私は今度理事長代理を務めることになった月城と申します。月城、この学校に来るのは初めてなんです。職員室はどちらでしょう？理事長代理は相当な方向音痴のようですね。監視カメラで私たちを見つけ探りに来たのかと思いました。面白いことを言いますね。職員室をお探しなら建物が噂に聞いてたほどではありませんね、綾小路清隆君。随分なことをなさるじゃありませんか。君には彼を退学させるよう指示があったはずですが。学校関係者が露骨に退学させられない以上、私のような人間を頼りたくなるのも無理はありませんけれど、理事長代理が暴力行為を働いて問題にならないと思います？ご心配なく。監視カメラはダミー映像に差し替えてあります。父上からの伝言です。これ以上子供の遊びに付き合う気はない、すぐに帰ってこいとのことですよ。イエスならまばたきを2回。自主退学の意思なしと。正式に私がこの学校で活動を始めるのは4月からです。お楽しみに。